一回もこっち見ないでやり過ごしたよこの人。あ、髪伸びたんだ。髪が自動、おー、髪が何伸び縮みするんだこの人。あれ、バングルは、オダインバングルどうした。おー、怖え。何何何、そのポーズは何あ、なんかずっとうつろな目してるけど、なんだかんだでリノはガン無視してない。いいの、ほっといて。おーいえ、いや、狙撃入りも無理だろうし、強攻策も無理じゃないこれ絶対に100% 無理でしょ。え、なんかめちゃくちゃ歓迎されてんじゃん魔女。出てきたぜ。え、リナ、何さりげなくついてきてんの。もうあれかな、心乗っ取られてんのかな。あ、なんかうつろな感じしてる。乗っ取られてるよあれ。おい、あの子リナ見えんのかそっから。あ、なんかふよふよしてる。臭い、薄汚れた愚か者の悪役だ完全に悪役じゃん。みんな喜んでんのにね。ちょっと、古来より我々魔女は幻想の中に生きていた。お前たちが生み出した愚かな幻想だ、愚かなファンタジー。え、ちょっと横の人困ってるよ。デリングさん困ってるよ。恐ろしげな衣装に身をまとい、残酷な儀式で善良な人形を呪い殺す魔女。無慈悲な魔法で緑の矢を脳を焼き払い、温かい故郷をいてつかせる恐ろしい魔女。何をしたい、何を言ってんの。くだらない。ハテナだよな、本当にハテナだよな。その幻想の中の恐ろしい魔女がガルバディアの味方になると知り、お前たちは安堵の吐息か。幻想に幻想を重ねて夢を見てるのは誰だ。あ、止めに入った、さすがに止めに入った。イデア、一体何を。イデ現実は全く優しくない。え、まだ喜んでるよ。デリングさんやられてみんな喜んでるよ。ならば愚かな者、お前たちこうするしかない。あ、もうパレードやる気もないじゃん。え、あちゃー、自らの幻想に逃げ込め。え、まだスタンディングオベーションしてるよみんな。私はその幻想の世界でお前たちのために舞い続けよう。私は恐怖をもたらす魔女として未来永劫舞い続けよう。お前たちと私、共に作り出す究極のファンタジー。その中では生も死も甘美な夢。あ、もう何言ってんか全然わかんない。魔女は幻想と共に永遠に。魔女のしもべたるガルバディアも永遠に。何どうしたいのこの人。リノアさんをどうしたいの結局。おじさんは捨てられちゃったけど。え、で、オダインバングルは魔女は生贄と残酷な儀式が必要らしい。あー、リノアさん生贄。あ、え、これ動くのまさか。あ、動いた。ガーゴイル、うわー、ファンタジーしてるね。いいよいいよ、これがファンタジーだよ。あ、目覚めた。あ、生贄だ、リノアさん。やばいぞ、まずいぞ、なんとかするぞ。リノア助けに行くんだろ。このままだとスタッフに美味しくいただかれちゃうもんな。リノア、まだパレードが始まらない、門が開かないマニュアル人間、マジかよ。どうすんの。大変、もう始まったわ。じゃ、窓突き破れよお前ら、早くこっから出ないと。
プロだろ君ら。え？ちょっと待って、ほらゼル窓割る気満々じゃん。割っちゃいなよ。一丁見てな。割れないのまさかこれ。強化ガラス？あ、割る？あ、え、なになにこれ？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 え？窓はびくともしねえ。バカ。バカ。役立たず。鍵みたいなのがあるのかな。ええー。なにここに来て、なに操作パート？この絵？この絵リーノは？え、さっきの石像がなんか怪しいけど、これはこのコップとかは？あ、なんかいじった。コップ取った。コップを、この石像に、持たせる。まさかそんな、え、本当に？え、本当に？こんなところに、嘘だろ。ずるー。今普通に決定ボタン連打しながら歩いてただけだったのにな。どこに続いてるかわからないよ。ここにいてもしょうがないぜ。すげえ単純に見つけちゃった。てか先生よくコップ持ったな。あ、セーブがあるしとこう。もう何なんだ、至るとこにセーブがあるの親切なんだけど、とりあえず今んとこ分岐するような内容ないよな。戦闘もないしな。え、ゼル2番目でいいの？めちゃくちゃセルフィーの、いや、なんでもない。なんでもないよ。なんでもない、なんでもない。で、あ、これであそこに繋がっていたのか。あのラグナたちと初めて来た場所に。あれ、行けないよ、行けないよ、なんか行けないよ、なんか行けないよ。どこに行けばいいの？あ、こ、そこね、そこね。で、で、こっち。ほー、始まったぜ。なんか歌が聞こえる。え？え、なんでみんな喜んでんの？なんかダンス始まってるし。え、さっきあの、提督？提督だっけ？なんだっけ？あのおじさん殺されたのに。それとも何？あのおじさんそんなに嫌われてたの？みんなに。まあ、なんか好かれてはいない感じだったけど。そんなに嫌われてたんだ、あのおじさん。まだその後ろに転がってるよね。え、本当にパレードやんの？もうみんな何？洗脳されてんの？それとも何？こんな魔女でも、何？魔女かっけーってなってる。平和な世界よりも魔女が治める、何？この世界の方がスリル満点で楽しいぜってなってるの？さあ行こう、助けに。悩むなよ、リーナは死んじゃうぞ。え、そもそもまだ生きてんの？カードできたりする？ここでなんかこのお姉さん会話できない、できない、できない。え、さっきあんなこと言っといてなんでカーパレードしてんの？ほんとこの魔女さん。ほんとにほんとにこの魔女何考えてんのかよくわかんないな。あ、やっぱ生きてましたですよね。お前は何、時間持ってんの？それでも操られてんの？やっぱり傭兵っていうかボディーガードにされちゃったか。そんな気はしてたよ。はあ、あれ、あ、僕自分で動かすのかこれ、自分で動かすのかこれ。え、そんなしゃがみながら走ってもすげえ目立ってるけど、めちゃくちゃ目立ってるけど、いいの？あー、セーブがある。もういいわ、さすがにいいわ。これ行くの？僕らもじっくり行くの？これ、あ、じっくり行くんだ。もうここまで登るのも大変なのよ、伊野さん。反省してよ、ほんと反省して。あっと、お疲れっす、デリング大統領。お疲れっす。異常なし、異常なしであります。で、え、てか、なんで君らまだ何そんなに喜んでんの？やっぱもう洗脳されてんのかなこれ。うん、見ろ、人がゴミのようだ。
私は新世界の神となるって演説してる場合じゃないな。リノアさんどこ行ったよ。もうスタッフに美味しくいただかれちゃったかな。うん、どこ行った、リノアさん。あ、理事に待っててくれた。ガゴイル、ボス戦だね。なんかいいもん持ってるといいな。まあ、ヒットポイントあるから2人でもリノア助けなきゃ。いや、そんなことは、そんなこと後だ、ドローだ。ほらほら、カーバンクル、これ召喚獣でしょ。やったぜ、もう連続で召喚獣来るのありがてえな。で、これはカーバンクルゲットだちゅう。で、これ何持ってる、ブレイク。あ、やばい、こいつ石化使う、まあ、ガーゴイルだしな、使うよな。ブレイクもらっとこう。ちょ、見よ見よ見よ、ライブラ、ライブ、ボスはライブラ、前回学んだライブラ。ブレイクはやばいな、2人しかいないから2人石化したらゲームオーバーだぞ。シュメルケ、ガゴイルじゃないんだ。凱旋門の飾りが変化して生まれたモンスターで石化攻撃をしてくる、ですよね。また何か別なものの力によりリフレク状態になっている。なるほど、地と性に弱い、地と性に弱いって言われてもな、キノコタケノコ呼び出せないでしょ多分。レゾナンス、何それ、共鳴かなんか、何これ石化すんのこれで。あ、違うな、そこそこいいダメージ、やばいな、石化はまずいな。もうとっとと殴ろう。あ、ジーフ呼べるじゃん。あ、いい、キノコタケノコ呼べんじゃん。よし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 、じゃあちょっとブレイクもらっとこうかな。お前ら攻撃早いな。あ、失敗する。ブレイクちょっとそんなレベル高いのかな。ストックストック、ちょっとキノコタケノコやられそうですけど。マグマブレス、あち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 、石化してこないな。まあしてこないの助かるけど。ブレイク4つ、兄弟神器、何それ。兄弟神器、お、下から出てきた。どっちが、どっちが、え、何、ん、あ、いた、兄貴、何じゃんけん、後出し。すげえ後出し。ブブー、何、あ、そういうこと。ものすごい後出しだったよ今の。あ、いいダメージ。もう瀕死じゃんこいつら。よかった、石化される前に倒せそうだ。早くやっちゃおう、早くやっちゃおう。おい、1000ちょっとだったよね。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃああと1回ぐらいブレイクもらって、うん、あと1回ブレイクもらって。こんなナメプしてたらやられるから。2つかー、しょっぱいなー。でもブレイクもらっても効く敵そうそういないだろうしね、うん、倒そう倒そう。よかったー、ブラザーズ使える、ブラザーズじゃない、キノコタケノコ使えるようにしといてよかったぜ。おう、あち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 、早く早く早く倒せ。あ、こいつとかもカードできたかな、試してもよかったかも。あ、死んじゃった、あ、まだ生きてる。一応試してみようか、一応試してみようか。ドローしてお茶を入用してカード化だ。できたら面白いんだけど、さすがにな。ゲットでチュー、あ、無理、カードにできない。そりゃそうか。さよなら、イエイイエイ。あれ、しぶといな、1000ちょっとじゃなかったっけこいつ、ヒットポイント。あちゃ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 、これ地面張ってくるからレビト、え、何、え、なんかカウント始まってる、カウント始まってる、ちょっとこれ石化してんじゃないの。ほらほら、石化中って書いてある、やばいやばいやばい。エスナだから、エスナ持ってんだなこいつ。危な危な、ちょっとナミプしてる場合じゃないこいつ。倒そう倒そう、とっと倒そう。怖い怖い、やばいやばいやばい。あれ、もう1000ぐらい与えてるよね。あ、マグマブレス、マグマブレスだっけ、やばいな。あ、それそれそれ、ドロー、エスナ、アナツ。あ、石化するときとしないときあんのか。お、怖、殴れ殴れ、早く倒せ早く倒してくれ。怖いよ。オッケー、
強制的に2人しかいないときに石化使うボスに当てるってなかなか下道だね。はい、ビジュアビリティポイント、ドメストはヒットポイント、ジャンクション覚えた、やったー。でカーバングルさんね、カーバングル、あーかわいいね、うん、じゃあ名前は変えていこう。まあカーバングルは虹の、うん、光の使い手だから確か、うん、レインボーでいいでしょ、はい、光の使い手だからね、はい、雨上がりってことで、で大丈夫、あ怖かった。お前お前何だったんだよ。でオダインバングルどうしたの、もうオダインバングルお前かぶっとけよ、何怖かったの、私怖かったの。でまあまあわかるけどさ、もう終わった、いや終わってないから、魔女倒さなきゃいけないから君ら、怖かったんだよ、本当怖かったんだよ。バトルはいつものことだろ、ダメだったの、一人じゃダメだったの、私一人じゃ戦えなかったの、その辺が素人なんだよな。何プロぶってんの、まだまだプロ一戦目だろ君ら、もう行く。あんたの命令を覚えている、あ置いてくなってやつか、俺のそばから離れるな、おっとガクガクも、うん、あー仲間になったってこと、あーじゃあもうちょっとジャンクションしますわ、うん、少々お待ちください。いやー寂しかった GF パーティーもだいぶ賑やかになってきましたね、うん、カバンクレベル高いな、なんで君らそんな低いの。キノコタケノコなんで7なの君ら。でこの子は何覚えるの、あリヌアと相性いいんだ、へえ、あセルフィーとか一番相性いいんだ、なんだ脳天気が好きなのか、回復薬生成、アイテムから回復薬を生成します、え、じゃあ回復薬を作ってそっからさらにケアルにすることができるな、あヒットポイントジャンクション覚えてない、こっから覚えることができる、体力 20% カウンター、なんかカーバンクルらしくない、魔法カウンターならわかるけど物理をカウンターすんだ、へえ。どうしよう、回復薬生成、うん、なんかこう職人芸から覚えてった方が良さげな気がするからな、これにしよう、回復薬生成覚えさせよう、いいね、よし、でどうすんの、あそこ戻んの、こっから戻んの、いやこっちから戻んのか、こっち行って行ける、行けません。行けません。もう行けるとこと行けないとこなんか分かりやすくしてほしいな、やっと見つけた、ここか、なるほど、でめちゃくちゃ適当に銃が置いてある。てか魔女がいたところに銃隠してあるっておかしくない？バレたらどうすんだよ。アーバイン・キニアス、あとはお前に任せる、頼むぞ、絶対失敗すると思ってるけど、やれんのか、やれんのかお前、大丈夫か。なんだ急におとなしくなって、あ集中力を高めるのか、あープロっぽいね、そこは狙撃手としてのプロは狙撃手の孤独、確かにそうかもな、なるほど、ここじゃ何も聞こえないな、パレードはどうなった、僕としてはなんでパレードが普通に実施されてんのかがわかんないよ、サイファー生きてたんだな、あそれね、うん、リヌア、サイファーは生きてるぞ、あいつ魔女とパレードしてる、もうハテナハテナハテナしか出てこないよな、どういうこと、え確かに知るか、生きてることもびっくりだしパレードしてることもびっくりだもんな、もし俺が魔女と直接バトルすることになったらサイファーともバトルすることになるの、あーそれは楽しみですね、いつぞやの雪辱を晴らす時が来た、
敵を選べないシードの宿命か。おっと、俺の手でサイファーを死なせることになるかもしれない。おい、いきなりそんな。しかもなんで君、そのリニューアさん、なんか V 字バランスみたいなことやってんの。V 字バランス結構いい腹筋持ってますね。覚悟してるんだよね、お互い。そういうことあっても普通のこと。プロですからね。うん、そういう世界で生きてるんだもんね。心のトレーニングたくさんしたんだよね。まあスコールさんはちょっと特殊だと思うけどね。でもでも、もちろん避けられたらなって思うよ。避けられたらか。ギニアス次第だ。確かに。やめて、そうプレッシャー与えるのやめて。絶対こいつプレッシャーに弱いでしょ。まさか震えてる。震えてる。こいつビビってるのか。へいへい、ギニアスビビってる。まさかおじけづいたんじゃ。やっぱりダメみたいだ。思ってた以上に小物じゃないか、お前。おい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 、あちゃー。今まで狙撃した経験とかはないんですか。あんだけなんか大きいこと言ってたけど、今まで孤独なんだみたいな。あー、ちょっと待って、ジャンクション。ジャンクションちょ、出過ぎ出過ぎ。しかもバックアタックしてるし、こっちがしたんだ。じゃあ逃げるわ。どうしよう。今召喚獣全部あっちにつけてんだよね。入れ替えんのめんどくさいな。しかも入れ替えてもヒットポイント回復しないから、ケアルがもったいないんだよね。逃げよう。とにかく敵が出たら逃げよう。うん、それで。それで。こっち。でもここもともと待機するって言ってた場所じゃない？だよな。ここで待機してて、魔女たちが来たら閉じ込めるスイッチここにあるんだよね、確か。あ、出れねえ、出れねえ。ん？上。ん？上行ってもスイッチがある。あ、でもここで待機でいいんだよね。このスイッチが多分あれじゃないの、魔女閉じ込めるスイッチなんじゃないの。あ、やっぱりそうだ。あ、オッケーオッケー、ここで合ってんだ。あ、始まった始まった。お、すごいギリギリ20時。今です、今です。さあ閉じ込めろ。なんで君ら本当喜んでんの。なんで喜るの。何エグザイルしてんの。あ、ほら気づいた、絶対気づいたよ、ほら今ちょっとした表情、絶対気づいたよね。魔女だもん、バレてるに決まってるし。今です、今の先生スイッチを。なんでスイッチの前に待機してないの。ガチャーン。お、え、知らなかった。あの魔女が気づいてなかっただと。甘いゲンヤス。何、構えろお前。ダメだ、すまない、撃てない、僕本番に弱いんだ。いや、せめて撃て。せめて撃てよ。ふざけたりカッコつけたりして何とかしようとしたけどダメだった。いいから撃て。僕の銃弾が魔女を倒すんだ。歴史に残る大事件だ。このガルバディアの世界の未来を変えてしまうような事件だ。早く撃ていいから。そう考えたら僕はもう喋るな。撃て、撃てないんだ。もうスコールが撃っちゃえ。アーバインキリアス、落ち着け。みんながお前を待っている。説得始めた。外してもいいから撃て。先のことは俺たちに任せればいい。ただの合図だと思えばいい。俺たちに行動を起こさせるサインだ。お、リラックスさせようとしているあのスコールさんが。ただの合図。そうだ、アーバイン・キニアス。なんでフルネームだ毎回。頼む。お、すげえガクガクだ。ガクガクだよ。ただのサイン。
いけいけ、うっかり当たる。え、何、あ、撃った。あ、でも偉い。まあさすがに弾かれたけど、ちゃんと弾かれてなかったら当たってたよすまない、気にするな、狙いは正確だった。あとは俺に任せればいい。俺は今から魔女に突っ込む。アーバインとリノナも念のため装備をしておけ。どっちで戦うの、こっち、え、やっぱりこっちってことだよね。え、じゃあリノナちょ返してジャンクション返してやっぱこの3人で戦うってことだよね。いいんだよな。もう戻れないぞ。3159、いくぞ。リナ頼んだぞ。え、この3人にジャンクションしたんだけど、アバイン来ないの、まさかお、飛んだー。誰のそれ、デリング大統領のかな、きっと。え、他のみんなは、あなたソロで行くの。え、入れたよどうやって入れたの閉じ込めてるとこにどうやって入ったの今。あ、魔女さんの装備はちょっとゴツすぎて通り抜けられないから、スコールさん細身だから入れたとか、そういうこと。あ、そうだよ、こいついたよ、そうだった、待ってたぜみたいな顔してる。で、この人相変わらず澄ました顔してる。え、あの上の3人は、こういうことになった。